紫外線と脳疲労ということでお話ししていきます。紫外線、これから強くなってきてあなたのお肌を日焼けさせる紫外線なんですけど、実は脳にもあまりいい影響がないんですよ。それについて今日はお話ししていきます。まず紫外線があなたの目に入るとどうなるかというと、目の表面の角膜に炎症を起こしてしまいます。そうなら、どういうことかというと、大量に、あなたの目角膜の表面に活性酸素という疲労物質が発生します。そうなるとどうなるかというと、脳の方で全身に紫外線を受けたというふうに認識します。紫外線を受けると良くないという体の方で認識してしまうので、あなたの体を紫外線から守ろうとする体が、反応します。そうなるとする結果、あなたの自律神経、特に脳に負担かかります。自律神経負担かかって脳に負担かかると結果どうなるかというと、脳疲労、知っては全身疲労という結果になってしまいます。ですから紫外線を目に入れないようにするというのが非常に大事になります。ですから日焼け予防に、そういう長袖とか着たりするだけじゃなくて、帽子や日傘、あと UV カットのサングラスで紫外線が目に入らないように予防することも非常に大事になります。それにより余計な、もらわなくてもいい疲労を守ることができますので、ぜひぜひ、紫外線が強くなってくるこれからの時期、目に紫外線が入らないように予防してみてください。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。